だから天安で終戦を迎えて1ヶ月ぐらいしたらもう避難、あの南に行かないと零下45度にもなる天安では、過ごせないと、何もかにも取られて、それこそ中国人がですね、ナタだら鎌だらも振り上げて略奪って言ってね来るんですよ。土足で上がってくるので、相手もね怖いもんだから、日本人は非常にもう怖い、もうやれ人も日本人はやられて、そういう観念があるんです、中国人たち。だからもう怖くてたまらないけども、物欲しさの周りに、集団で10人ぐらい組んで、男女組んで、でなただらかまだらこう狂気を振り上げてね、略奪に来るんです。そしてからもう何でもかんでも手当たりじゃ持ってるので、ガルガタぶっ震えてるね、怖くて向こうも。でもそれを手出ししたら危ないんです、もう見るだけでないと、それ持っていったらいけないとか、取ったらダメとか言ったらやられちゃう。僕は狂気持ってるからね、なだなかまだら持ってるからね。だからもうやりたい放題、何もかも持っていって何もなくなったから、だこれじゃもう越冬はできないっていうことで満州行くんです。あの満州じゃない、新疆。新疆はまた満州の中心ですよね、皇帝陛下と来られたところなんですけど、そこへ逃げていくことになるんですけど、この逃げる間のそれがまた大変でした。新疆へ行くまでがね、汽車、その時はもう普通の列車でしたよ、客車でしたよ。だから窓も穴、屋根も何もあるちゃんとしたあれですけども、そこへまた貴族が襲ってくるんです。時々貴族が止めては中へ入ってきて物を取る。だから窓を閉め切ってね、トイレ休憩とかあるでしょ、トイレね、トイレがあってもトイレはもう閉めてあるの。停車した時にね、トイレの穴から這い上げてくるんです。満州の鉄道のトイレっていうのはもう垂れ流しね、下に落っこちるなってるのね、だから大きな穴が開いてるんだね。でトイレはだからもうストンストンと、もうね全部、用出しするたびにもう線路に落ちるなってのね、なんかわかんないけど、それでトイレはもうシャッターとして這い上がってくるからね。だからトイレがないから、もう用足しは鍋、自分たちは鍋とか釜とか避難するときに持ってるでしょ、鍋とか釜とか、まあなんとか残ったものをね持ってるわけ。それにね用足しするの、鍋やら釜の中におしっことかおんこまでするの、どうしようもない生理現象だから仕方ない。そして貴族がいないときに汽車が止まると外に出て、みんなで外で用足ししてね。そしてもう水も何もないでしょ、だからそして行く先々で止められる、そういう貴族が出て止める。だから時間もかかるもんだから、もうすっごく、逃げるね、もう時間がかかりますよね。だから水も何も食べ物もない、ひもじい食べ物がない。どうかするとね、泊まるとね売りに来るのね。だからそういうところの、まあ農家か何かの人たちは汽車が泊まると売りに来るんだわ。そしてね、鳥の丸焼きにしたのをこう持って売りに来るんですよ。だけどお金がないんですよ、もうお金がないの買うにも。そうすると持ってる人それを買って家族でこうしてそいで食べてるんだこっちはもう食べるどころじゃ見るだけよね、人の食べるのをね、もうそれは悲しいことでした。そして
水をください、赤ちゃんが死にそうです、水くださいっていうのね、お母さん、若いお母さんがね。だけど水持ってるものはない。そしてもうお母さんね、もう死にそうなの。だから唾をね、唾をね、赤ちゃんに口移しに、唾を泣きながらね、唾をね、赤ちゃんにガーッて。そして私たちのグループでも連邦課長の子供さんが、やっぱ赤ちゃんが亡くなりました、一人。そして汽車が止まった時にそっと窓を開けて外に寝かせてね、どうしようもないの、捨てるの。でないと汽車の中締め切って腐っちゃう、臭くなる、どうしようもない。だからそっとね、外に出て赤ちゃんを寝かせて、そういう人が一人だけだったんですけど、私らの会社ではね、そういうことでした。そしてもうハルピンの、ハルピンの消火口で言うんですよ、ハルピン消火口で言うんですけどね、そこの橋を渡る時がすっごく大変でした。もう内戦があるんですよね、中央軍と八郎軍やるんですよ。そうするとそういう鉄橋とこ壊すのね。で鉄橋が壊れて、それを避難民の、日本人の避難民の列車が通るために、あの応急処置がしてある。だからノロ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 行くのね、とみんなもう、もう打ち合わせんやろか、もう打ち合わせんやろかっていうぐらい、もうみんなびくついてるんです。そして渡ったって言ったらみんなが万歳って言うんですよ、喜んでね。そしてあの心境にもう覚えてませんね、何時かかったのかどうか分かりませんけど、平安から心境遠いですよね。平安って来たでしょ、人心境ってね、今の長春です、長い春で、チャンションで書いてありますか、そこに長春と、私は平安、北の安って書いた、平安って平南って言うんです。あの頃ペイなんだよファジーって言って、電話よくてペイなんだよファジーやーって言ってました。それで新疆へ着いて、そこでもまたひどかったです。新疆へ着いたらね、待ってるのみんな、私たちが来る、あのかっぱらおうと思って、なけなしのリュックに詰めた品物をかっぱらおうと思って、中国人がもう遠巻きにして待ってるんですよ。まだそれを取っちゃおうと思ってね、背中にかかってるもの、それだけ中国人は貧しいんですよね。貧しかったんです、中国人は本当に貧しいんです。うん、あの中国人の家に行ったこともありましたけど、貧しいですね、中国人のね。もう洗面器とね、食器が一緒です。顔を洗ったり、それにおかずを入れたりするんです。洗面器とね、洗面器と食器が一緒でした。貧しいです。でアンペアって言ってね、あのサトウキビですね、トウキビ、あんたって分からんでしょうね、若い人、トウモロコシの皮みたいな、木みたいな、あれで編んだ、むしろみたいなものを敷いたのに寝るんですよね。布団ももおんぼろ、薄い布団でね、すっごく貧しいの。洗面器も食器も一緒、それだけ貧しいんです。だから日本人のものはもう何でも高級に、だから何かなりまで取るんです、全部割っちゃおうと思って。それからもう新疆でもまたそう略奪しようと思ってね、待ってるの。